ラジオはホットキャスティング赤瓦町瓶のゴブリーサビラ放送765回目の今日は9月の4日沖縄・内海久歴では8月の9日,サロの日ヤイビさて、えーとね、ちょうどね、はい、あの先週かなほら8日明日のさねざわよ事前に察知して、はい、役払いをする日と。はい はい、で僕はチクパンパンの話もしたと思うんですけどね。ねはい、続いてそのままね。8月の10日前後にね、行う行事があるんですけど。これはさえ、うん、あの自宅の周りでさ、はい、あの門とかね、はい、あの石垣とかに、はい、あのなんていうのかな、はい、ええ、と、はい、あの。 すすきをさしてるの見たことあるもう本当に減ってきてて減ってきてるよねそう小さい頃あったんですよでも今もありはするいやもう今年とにかく去年は見なかったですねあったでしょああ、れ実はねが今のそうですかこれ柴刺しっていう行事なんだけれどもね「かしちういみ」とこ言うわけさ「かしちあらういみ」っていう言葉覚えてる?「うおりめ」とかいてあ 七うで行事のことねだからかしちを食べる日ということでねせきはん大抵お祝いするんですけどもねこの日の管とか仏壇に備えます。でスキねすきを3本2から3本葉っぱだけじゃなくてスキの茎も一緒にね大きいようだからねこれを3本束ねて三みたいに R 字に結んでさらにクワの枝を足す。 でしたね。けがポイントね。これ減っていうさ。これを屋敷の休みとか。家の門とかね。昔はね、あの。えっと。種物の。保管してあるところとかね。はい。今言った冷蔵庫だな。本当ですね。それから井戸とかね。そういったところに置いて、そして。魔物を寄せ付けないためにする行事。だそうですね。司刺指。と言ってますね。かしちういみとも言ってます。さあ、テクニシャン覚えてるかね。なんでススキ使うのか。これは。ススキは。 葉っぱが鋤刀、いや剣に似てるでしね。あとえあと二つありましたけえええあと。ススキって触ったら？触ったら？葉っぱは？葉っぱは？はい。棘があって痛いだ。ああ棘があって痛いだ。そうですね。はい。この二つね。それとススキはすぐ繁殖するわけ。あはい繁殖力が強いから。繁殖力が強いからということでススキでそうですね。ですね。ねクワ。 なんでクワなのってらしいね。そうなんですよ。これ中国でもね。はい。セイナールキイだしね。ああ、そうでしょうか。ちょっとはい。これだからクワの木の下にいるとね、まカミにも合わないとか言われたりする。山とでもそうさね。そうですね。クワバルクワバルとか言ったりするでしょ。はい。クそういうことがあるそうです。うん。プラスはい。結ぶね。そう。結ぶワトも大事ですよね。結ぶなんだっけ。うん。はい。結ぶは何意味でしたっけ。なに？何？何？結ぶことによってはい。あのが封じ込めそう。封じ込めですね。怖い。 はい。源っていうものを使うそうですね。はい。これが芝刺しという行事でした。はい。これがね、うんうん。嫌い話があるんだけれども、実は琉球王国のね、民話集であるあの衣龍説に載ってるわけさ。ちゃんと残ってるんですね。これはまたね、あの後でお話しいたしますね。はい、お願い。さて経路の日ね、なんかあの予定を決めてますか？決めてまだの方。経路の日特別企画。 EM お味噌作りでぬちぐすいツアーっていうのを企画してますね健康にもつながりますね、うん、9月18日の日曜日に、はい、これ自分で仕込む本格味噌作りを体験できますはあ、珍しい、はい、しかもねこの作った味噌はね、はい、あのその場ではないんだけれども、はい、家に持って帰ると自然と発酵してマイ味噌になるそうですよ沖縄では珍しい体験ですねで、EM のホテルでねそして EM のホテルで健康ランチ、うん、それからね りパークっていうのができてるわけさ活連所の下にそこでね若者たちがパフォーマンスするんですよそうですかそれを見てねそして長瓶の案内で活連所を回りますそれから復帰50周年記念のね竜米文化写真展っていうののプラザホストでしょプラザホストねそこで今やってますあそうでしたかそういったものを楽しめるツアーになっておりますよこれに参加すると鑑重沢に長野地 サビンド。いいですね。料金は大人1万円の小学生8500円となっております。うん、でいつも通りとめぐすくあつで、小文字新都心浦添宜野湾。中の町を経由していきます。はい。で、これがね、ワクチン3回以上接種者対象なんですが。がはい、沖縄再発見の対象になっておりますので。はい、半額。さらに2000千分は次クーポンで帰ってくると。ということになりますのでね。いいお得なツアーとなりますよ。はい、よかったらね。 あのおばあちゃんとかにね、おばちゃんおちゃんにプレゼントしてみてはいかがでしょうか。はい、マッチョイビンドウスサイ。ご連絡先は。ゼロ五ゼロ。五五三三二五二五。沖縄通ーリストまで、おにげセブン。マッチョイビンドウスサイ。はい。それでは、次のコーナーです。<music> 沖縄のなんだ、旧暦の。 8月の10日前後に、はい、まあ、10日って言ったわけかね。1日ですね。竹を3本束ねて、ク <laughs> の枝、あの葉っぱのついた桑の枝を祝えた弦っていうものを作って門とか屋敷の角にね刺す縛刺しっていう行事があるんですね。はい。でじここにはこんな由来があるんですよ。はい。昔ね、早蕨の金具子味の娘が亡くなったわけ。ううはい。隠して、それでお墓に本を売りました。で2、3日経ったときに雨が降ってきて。 のシーっていう人がねそこの墓の前で雨宿りしていたわけそうすると墓の中から声が聞こえて「助けてください死んだと思って中に入れられてしまいました」息吹き返しましたというわけねそれでびっくりしてののはすぐところへ行きましたそうするとちょうど供養をするためにね関屋みたいなのをいてるとこ加湿地をねいてるところだったんだってで話を聞いて急いで墓に向かいそう 墓の中助け出しところがさ墓の中でしょつまりあの世に行ったことになるわけこれはいなので邪気払いをしなきゃいけないということで原因を使ったわけねで邪気払いをして家に戻って生き返ったお祝いにさっき炊いてたカシチーを食べたという話だそうですそのことが首里の王女に聞こえてそれ以来この8月の10日にはそういった厄払いをしなさいということでカシチウイミ 芝生が始まったということなんだそうですよ。これが芝生の由来です。どこかでやってるよっていうの見かけたときに教えていただきたいですね。皆さんのメールもはいお待ちしております。ちなみにこれお墓もさあるわけ。あワカモサの元のねハイボル文化センター近くに歌詞の由来のお墓って書かれていた覚えがある。そうそうですか。はい。だからあの本当にあった話なんだろうねきっとね。話は変わるんだけどさあのうちなぐちでさ翌日のことをなあちゃって言うわけ。なあちゃって。 なっちゃって。わかりで、ほら、人って亡くなったら、やっぱり生き返る可能性があるからして、一日を焼かないでしょ。はい。だから、翌日になるわけよね。だから、お葬式のことを、翌日という意味で、なあちゃみというわけ。一回見に行くの、きてるんですね。お墓見に行くわけさ、歴史がやってないかな。なあちゃみっていう、そうですね。はい。翌日見るっていうふうにやつね。これから来てるんじゃないかなと。長敏は、思いますが、いかがでしょうか。ねいかがでしょう。はい。ということで、ええ、かの由来。 のお話でございました、はいかがでしたでしょうかねそれでは次のコーナーです 1.2. 運動 2.2. メモリー私が私であるためにメモリー1 はい、くねしさん、い,いつも健康を話していただいてるんですけど、はい、先週の話が今週すんごい興味があるんでね、<laughs> はい、ちょっとゆっくり聞かせてくださいね。はい、ありがとうございます。人生100年の時代をサポート、メモリングをお届けする健康ワンポイントのコーナーです。本日は時間栄養学のお話その2です。同じ食べ物でもいつ食べるかで体への結果が変わってくる。 えー、それが時間栄養学です本日も早稲田大学教授の柴田重信先生の5本よりご紹介します朝ごはんとっていますか朝ごはんは体内時計のズレを調節するのにいいと先週ご紹介しましたがそれでは何を食べた方がいいのか、えー、私たちの体には食事で体が温まる仕組みがあり同じ内容の食事でも 夕方よりも朝に摂った方が大きく出てきます。これは朝の食事の方が体温を上げるためにカロリー消費が起こり、肥満になりにくい効果も期待できるとも言えます。また、栄養素の中ではタンパク質がより体温を上げるので、朝ごはんには肉、卵、豆などを選ぶのがおすすめです。以上、メモリーがお届けする本日の健康情報でした。 はい、ありがとうございます。はい、納得した。納得しました。ねはい、ご飯食べた後にやっぱ体あったかくなるよ。ええね、あったかくなるんです。よね。ええ、ああ、そういうことだとね、はい。で、今回あの肥満になりにくい効果ってお話ししましたが、うん、実は体温上がると免疫も。うん すごく高まりまり、ねはい、体温というのは免疫にも直接関わりがあるので、うん、できるだけ体温はあまり低くない方が健康にいられる,るね。とこれはさ、はい、ダイエットしようとか言ってさ、はい、朝ごはん抜く人いるでしょこれじゃあよくないんだね。はい、同じ内容を夜とるよりはもう朝しっかりとっていただいて、うん、夜の方を抑えていただく方が、ね、眠りなども、はい、いいかと思います。 あもう全部うちてす数からとってもいい話ですとさ、私もはい気をつけたいと思います。はいクネさんありがとうございました。ありがとうございます。さてクネさんねあのうちのアグチ工場から出てきたんです。あね最後行けなかった申し訳ありません皆さん。ちょうど終了したんだけどもね。はいお疲れ様しやってみてねいろいろ面白い気づいたことがあってさあのなんていうのかな。 アクセントで上げ下げのところがやっぱみんなちょっと変だなっていうところ結構ちょっと違和感を感じたお草ね私もそうでしたみんな同じところでやっぱり上げなくてこう平板だよっていうところを上げたりする経験でそうなるんですねきっとそれは面白いなと思ったのとねあとはやっぱり何て言うのかなあまり使わない音になるんだろうね発音がいまいちね「ちぜはとか思うんだけど発音がいまいちんか変だなって思ったりするのがあって。 で若い子つやのちゃん試してみたのよ。あどうですか？はい。やっぱりねヤマトん中喋ってるみたいでやった。ああ沖縄の出身の方でもですか？うん、だからあの使わない音とやっぱり慣れたアクセントじゃないと、うんうん、できないんだなっていうのはちょっと感じたんだけどね。これよああうちも与えしますね。うん、はい ちょうどほらえっと再来週か18日日曜日がねえ下言葉の日さやそうですよねだからちょうどその前に終わってよかったかなと思ったんでけど逆にその日にやっとけばよかったなと思ったんですけど確かにそれをあえてやるのも良かったんですけねなのでねうちなうち勉強しながらねもしあ話したんですけど実はねあの驚かれたことがあるのよなんでしょうこの受講生さんからねあじゃあうちなうちのことですかねうちなうちのことでねで教えてる立場であるんだけどはい だから俺がもう小さい頃からうちなぐちにずっと親しんでるものだと思っているわけそう思ってますよ思っていたの思っていますよ実は全然違いますどういうことですか僕は17になるまでうちなぐち知りませんあ、そうですかいせいぜんみんなが使うのはわかるよでもなんか運銃とかなの使わないし運銃はそうでしたか全然使わないで17になって急にうちのうちのうちを調べ始めたら必要だなと思ってでその時の話がまたすごくすごい話なんだけどね 若い子たちいました。喜ぶんだけど。なんでしょう。はい。ラジオから聞いて勉強したわけよ。やはりラジオですね。一番、ねね、あの時はね民謡番組ずっとあったんです。ねはい、今でも沖縄も民謡はよくかかってると思いますかかけど、他の地域よりは。あの時はね十一、はい、時から四時までずっと民謡番組どっかでやってたのよ。 へ民放でね,民でね今の FMO、OK、キャラの前身で、うんはい、極東放送っていうのもあったわけさん、はい、これも含めたら11時からずっと見よう番組出てたんですそれを聞いて覚えたのと、はいはい、あとテレビでうちの足場を見てね、はいはい、一生懸命覚えたのと <laughs> テレビのうちの足場もねそれと本で読んだわけ。 だからジーから入ってるわけ俺は。ああ、なので知識が豊富なんですね。でもと出版社だからさ、ジーから入ってるから、だから小さいはとかにこだわるっていうも、世代にあるわけ。でも大事です。だから、そうですよったら、えって言われたんね。本当、えって言いますよ、今、私でもそう思います。だって、周りにばあちゃんも使わないし。 ましては親は都だし使わないしじゃあもう今時のお子さんだったんですね庁民さんも要するにあの当時はもう大げもわからない変な変内の大和内みたいなねいや今でもたくさんいますねあんのを使っていたお含めて。そういう人間が内の内構造をやることいいのかなと思ったんだけどね不思議なご縁ですねでそしてねここでオチじゃないんだけれどもなんでしょう 学生たち喜ばれたのはさその時に勉強していた番組の一つがラジオ・沖縄の「民謡の花束」だわけよ。もう長寿番組の大先輩ですね。これ一生懸命聞いて勉強したわけさ。だまさか自分が担当するだと夢にも思わないでしょ。まさか長民さんが出てると私もお会いするまでおかしくなでした生放送でね。だからね人間というのはさよく裏「継続は力なり」というさ一つのことをずっとやっておればよ必ず何かに。 そういいものができるんだなっていうのが気づいたわけさ。うん、私の中国語も 本当そうです。成人してから学んでまして、今全く不自由しません。だから言語っていうのはそういうふうにやるのかなと。本当そうですね。残念なことに、ちう人に会うことが少ないのと、年配に会うことが少ないから、喋れなくなってしまって、だんだん忘れっていくんだよね。中国語もそうです。えだから皆さんぜひね、あの口のあご口をね、できるだけ使うようにして、ちょっとはちょっとはでもいいからね。恥ずかしがらずに喋るっていうのはいいですね。国語相手に上等エビ行くと話してみてくださいね。頑張ります。張斌の主張でした。はい。 今週から長尾の主張が始まりますのでいいいすよろしくお願いします。はい、教えてください。はい、また。 はい、えっとね、本当は長文の主張じゃないけど。これはちょっとちゃんと歴史的な話とか、あの地域からの情報とか、そういうものを総合して。話してるんだけれども、文献に載っていないような話とかね。それを私、あえて長文の主張と言ってるわけ。いや、大事ですよ。たまにはいいから、で、六入者上げるという、介護形式になるからさ。そくなくて、取ってもたすからな話しいやすい。いや、皆さんもぜひご感想を。ぜひよろしくお願いします。あの、ぜひ皆さんね、十、あの、この。 9月の18日の経路のツアーもそうなんですが、えっと今決まったの10月のこ日ね、あのずっとね3回ぐらい、3年ぐらい連続で、邦年祭ヤンバルの邦年祭っていうのタイムス制でやったんですよ。各地域の面白いものを集めたものね、復活しますので、今ツアー作ってますんでね、まあ近日販売しますから、ぜひあの10月のこ日は開けていってくださいね。楽しみですよ。あのツアー行けなかったとしても、いっぱい行けなかったとしても。 1 0 0千円ぐらいかな入れますのでね、ぜひあの楽しみになっていってください。というわけで、先さん、きもありがとうございました。がとうはね、あの、打ち当たりするような感じもたくで言いましょう本当ですね、はいうわけで、番組のご案内、赤川村長瓶と、メモリネク入装置にいデビル